福祉官大学佐藤と申します。よろしくお願いします。え本日は、えー、インクの乗らない、えー、発水性フッ素樹脂。フ、ま、ッ、あ、素樹脂についての、まあえー、冒頭にお話をさせてもらうんですけれども、えっ、ー、と、まあ、加熱、レーザー加熱がメインのお話にはなりますので、まあ、そのあたりを絡めてですね、あの、イントロでご説明申し上げます。で冒頭、まあ、いきなりこの物体の温度は、加熱冷却のバランスの結果っていうふうに挙、えー、げさせてもらいました。 まあ、当然、もちろんですね、まあ、この熱力学の法則からいったら、えー、ものの温度っていうのは、あの加熱している、あるいは、まあ、冷やされている、まあ、その両者のバランス、まあ、加熱が大きければ、物のの温度は上がりますし、冷却が大きければ、物のの温度が下がっていくというところがありますので、えーまあ、この辺はです、ね、あたりがきょうのお話のポイントになります。で特徴 ま、として、ま、自ら申し上げるのがですね、ここにあります。冷やしながら相手の温度を上げるっていうことがポイントになって、ま、冷却しながら相手の温度を上げるってどういうことっていうのが、ま、最初に疑問持たれるかもしれませんけれども、その辺は、あの、後々のですね、細かい説明の中でご理解ください。で、今日相手にするのがフッ素樹脂にはなりますけれども、フッ素樹脂、ご存知の通り、ま、 水はじきのいいようなもの、まあ、フッ素コートとかですね、まあ、フライパンであったり、えーまあ、車の,あの表面であったり、えーまあ、衣類とか、まあ、傘とかの表面水はじくっていうようなあの非常にですね、特徴があ,んまあるのは、あのまあ、身近なところとかもですね、ご覧いただけると思うんですけども、えーまあ、そんなものに対して、えーとまあ、はじくことばかりが嬉しいかっていうと、まあ、そうじゃなくて、 何かそこに、えー、まあ、あえて液体を乗せたい、あの、被せたい、定着させたいっていう時は、は、まあ、弾かれるとちょっと困るわけなので、まあ、そんなあたりはですね、えっ、ー、と、今日のお話の、まあ、まあ、課題としてですね、まあ、後々、後々、はい、挙げさせていただければと思います。で、まあ、あとご存知のとおり、不祖辞詞っていうのは、あの、家庭の、 ま、衣類やフライパンに限らず、まあ、いろんなところで使われていますけれども、あの、まあ、特徴としてはさっきの撥水性が、あの、冒頭に申し上げた通りではありますけれども、まあ、その他、あの、まあ、非常に滑りがいいというところと、えー、まあ、この辺はそうですね、あの、粘着性が悪い、あの、悪いっていうところと、まあ、薬品に強い、まあ、これはあの、いろんなんですね、あの、光にも強い、まあ、温度、環境にも強いと。 というようなところがありますので、ええー、なんか、あの、工業的には、あの、環境、あの、厳しい環境に耐えられるっていうようなところですね、えー、が、まあ特徴として用いられていますので、えー、まあ、車や半導体、えー、まあ、エレクトロニクス、まあ、あの飛行機、まあ、先ほどの、まあ、身近なところの、まあ、調理といったこと。 というところにですね、えっ、ー、と、用いられるというのがですね、不素樹脂のまあ特徴であって。まあ、特に、えっ、ー、と、薬品と温度に対しては、まあ、あの、過酷な環境で言ったら半導体製造装置のですね、まあ、配管部品にはなると思いますので、まあ、こういったところがですね、まあ、主に不素樹脂がよく、メジャーに使われるっていうところですね、えー、例だと思います。 で、えっ、ー、と、まあ、配管とかですね、えっ、ー、と、パーツパーツをつなぎ合わせるというときに、えー、まあ、そこが、まあ、流体部品に行ったら漏れては困りますんで、まあ、接合する、まあ、溶接するっていうところに、まあ、こういうですね、まあ、部品部品のつなぎの部分を、まあ、溶接するんですけれども、えっ、ー、と、耐熱性の裏返しは、あの、 高い温度じゃないと溶けないっていうところがあるので、えっ、ー、と、溶接するのは、まあ、なかなか溶けてくれないので、あの、樹脂に、樹脂としては、まあ、溶けにくいから、えっ、ー、と、つけづらいっていう部分がありますよね。であれば、まあ、接着剤で簡単につけたいっていうのがあるんですけれども、えー、まあ、その、弾く、液体弾くっていうような問題があるので、接着剤も乗りにくいと。 いうところがあるので、まあなかなか不素樹脂っていうのはですね。あの便利ですけれども、えっ、ー、と、加工することに対しては、組み立てるっていうことに対しては、まあそれはそれで厄介な相手だっていうのがまあありまして。まあそんな、あの不素樹脂まあ便利なんですけれども、加工が難しい。特に、まあ、発水、液体を弾くというようなところがあると、 なんかそこの,あの表面に印刷したい、文字書きたい、絵書きたいっていうような時の、まあ、インクをせ、まあ、弾くと。あるいは接合のための接着剤を弾くと。まあ、そういうのが困るなっていうのがですね、あの、まあ、これまで不祖詞、不祖樹脂に相対するときのですね、困りごとということでした。で、えっと、まあ、私が取り組んでいる、あの、ことの狙いとしては、まあ、不素樹脂表面への加食において、 インク塗布、まあ、つまり、まあ、液体を、ま、塗るっていうことは、まあ、この際やめちゃって、えっ、ー、と、まあ、レーザーマーキングで、ま、焼いちゃおうと。表面焼いちゃおうというようなこと。まあ、それで色、まあ、あの、発色させれば、まあ、あの、インクなしでもですね、不素地表面に、えっ、ー、と、字や絵が描けるから、まあ、そうしたいというのが狙いなんです。で、まあ、レーザーマーキングもご存知の通り、えっ、ー、と、マーキングっていうのは、まあ、レーザー、 まあ高密度エネルギーを当てると、ええー、まあ、当てた面が、まあ、溶かされる、焦がされる。まあ、あるいは、そこに、ええー、まあ、なんですかね、えっ、ー、と、塗装とあなんかコーティングされていったものが、あの、飛ばされて、ええー、まあ、そこだけ、えっ、ー、と、なんか掘られた感じになる。周りと強調されれば、まあ、そこに字が、絵が描けるとか。まあ,あ、まあ、あ、えー、と、まあ、えっと、まあ、高温で、 さらされた時の、まあ、あの、酸化っていうものでも、色変わりますんで、まあ、そんな、えっ、ー、と、発色もできますよというところですね。まあ、削ったりというところとありますから、まあ、このあたりを使うと、えっ、ー、と、なんですかね。まあ、部材の、まあ、材質にもよりますけれども、えっ、ー、と、まあ、字や絵が描けるというようなことが、まあ、レーザーマーキングとして広い工業に、えー、まあ、使われているものですよね。 で、このの、えっと、マーキングをやりたい、ヒクスト受にやりたい、やりたいんですけれども、まあ、例えば、こういったフィルムに対して、まあ、レーザーを、ま、か、まあ、あの、まあ、そのまま当ててしまうと、まあ、すぐ、えー、まあ、穴開いたり、ひしゃげちゃったりですね、いうような、まあ、焦げちゃったり、まあ、思うような、まあ、えっと、まあ、印字ができないというのが、 えー、樹脂に対するマーキング、レザーマーキングの、まあ、課題ですよねえ。特に、まあ、えっ、ー、と、レザーマーキング、まあ、いろんな樹脂にできるのはできるんですけれども、特にフッ素樹脂っていうのは発色が薄いので、えっ、ー、と、まあ、焼けても読みづらかったりですね。で、読めるぐらいに、あの、濃く焼こうとすると、もうすぐ穴開いてしまうんで、えっ、ー、と、なかなか、 えっと、太い虫に対してマーキング、レーザーマーキングするっていうのが厄介ごとでしたというところです。で、ここを、まあ、あの、クリアするとなると、まあ、何ができるかなというようなところなので、えぇ、ー、まあ、課題整理しましょうと。えぇ、ー、太い虫は、レーザー加熱による変色コントラストがあまりつかず、加工条件設定が難しくて、まあ、焦げても白くなるとか、あの、 濃く発色しようと思うと、えっ、ー、と、まあ、それだけ熱加えないといけないんですけども、まあ、それをやると、まあ、すぐ有点を超えて変色ガス化しちゃうというようなところがあるので、えー、なかなか加熱を、えー、コントロールするのが難しいというところがありますし、えっ、ー、と、ガス化して、ちょ一番、まあ、あの、フッ素にし困るのが、まあ、フッ素化合物っていうのは、あの、体に良くない。 特に良くないので、えっ、ー、と、このあたりがですね、非常に問題ではありますというところで、まあ、なんとか、えっ、ー、と、レーザーでリプソジシ発色したいけど、えっ、ー、と、温度の上げすぎは困るっていうところを、まあ、改善するために、えー、何をしたいかなというところですよね。 実現したいこと、ま、ま、ま、先ほど申し上げたところとりですけども、まあ、とにかくやりたいことは、不祖樹脂に、まあ、字や絵を描きたい。けど、まあ、その時にどうしても出てきそうな、まあ、不祖化合物のガスをなるべくなくしたい。で、まあ、さらに言うと、表面で変色、変形をなるべく防ぎたいので、えっ、ー、と、字を絵を描くっていうのは、あの、実は表層より内側のところ、 中で変色箇所化を留めたいっていうのが、あの、やりたいことなんですよ。今日のポイントはここなんで、ここを実現することは物理的に、技術的に何かなっていうのをですね、えー、まあ、トライした結果をご紹介します。これは、えっと、つまり、レーザー加熱時の材料表面を冷却し、温度上昇を抑えつつ、表彰流内,内部の温度を上げて、この箇所だけ変色させるというようなことが目的。 となっています。技術的な目的です。で、これを、これを、これをっていうか、あの、簡単に言ってますけど、えっと、材料表面を冷却して、けど内部の温度を上げる。これが冒頭申し上げた、冷却しながら物の温度を上げるっていうことの、えっと、まあ、なぜできるなぜしたいっていうところのですね、えっと、入り口になります。で、なぜできる は、レーザー透過放熱板で実現するっていうことなので、これをちょっと追加ではですね、えっ、ー、と、詳しく説明しますね。いまいちわかる、本当にわかりにくい話かもしれません。えっ、ー、と、表面だけ冷やすんですけれども、普通にまともにレーザー打ってしまいますと、樹脂材料に。まあ、簡単に、まあ、温度の上昇が見られますけれども、えっ、ー、と、なんて言ったらい,いですかね。えっ、ー、と、まあ、赤外線当てます。 セイヤアー線レーザー当てますと、まあ、樹脂の、あの、まあ、副射吸収ですぐ温度上がって、えっと、ここの、なんですかね、当てたところの温度が上がるんですけれども、えっと、なんですかね、コントロール難しいんですぐ穴開くんですよね。もう、もう、温度上昇の、あの、時間変化、ものすごく短いんで、えっと、すぐ穴開く。で、このあたりだけ、 えっと、何ですかね。レーザーを当てた内、ちょっと内側のところだけ変色させたいんですけれども、えっと、やっぱりむ、あの、剥き出しの一番表面が一番温度上がるんで、ここだけ変えたいんだけども、その頃にはもっと穴、こっちに穴が開くっていうのが、あの、難点なので、えっと、レーザー当ててる表面だけ冷やしたい、温度上げ、下げたいというところが、モチベーションなんですよ。で、どうするかっていうと、ここに高熱板を置きます。 レーザー照射面に放熱板を置いて、ここを、レーザーによって加熱されたところの最表面の熱を奪う。で、ここの温度を下げて、なんていうんですかね、レーザーが当たった内側だけ温度を上げるっていうことを、ま、さしたいというところが、えっ、ー、と、この技術的なですね、あの、理屈になります。で、これがなんでできるか。つまり、ここをレーザーの通り道を 放熱板っていう個体で塞いでしまったら、ここ当たんない、レーザー当たんないじゃないですか、というところがありますけれども、えっと、当たるようにするためには、レーザーを透過する、なおかつ熱粘導の高い個体を設置すれば、これができるっていうで。で、えっと、普通に考えて放熱板、あの、いわゆるヒートシンクに使われるようなアルミとか銅のような、あの、高熱粘導個体、 が、ま、あの、思いや浮かぶと思うんですけれども、アルミはどうはレーザー、これ、塞いじゃうんで、えっ、ー、と、ここの熱をですね、奪えない。まあ、つまり、あの、レーザーの透明時にまとまにならないので、これはちょっと困るんですよね。で、次何考えるかっていうと、ガラスは光通りますんで、まあ、3日に通り、通りますから、透明なガラスは、ま、光通しそうな感じがするんで、まあ、これは OK かな、というところがありますけれども、 まあ、単なるガラスもですね、実は、あの、波長が長くなってくると、赤外線の波長が長くなってくると、ガラス自体も、あの、可視光線に見た目に透明なんですけれども、だんだん赤外線も吸収し始めてくるので、あの、単なる窓ガラスじゃ困る。ということなんで、えっと、このあたりを、えっと、赤外線光学、光学を、の理屈で、 えっと、最適なものを選んでやると、この表面冷却内部加熱が実現されるというところになります。で、もっと具体的に言いますね。えっ、ー、と、例えば、えっ、ー、と、遠赤外線、まあ、あの、炭酸ガスレーザー、CO2 レーザーの波長10.6ミクロンに対して、まあ、いわゆるこの透明な、まあ、あの、部屋の窓ガラスっていうのは全然透過しません。えっ、ー、と、もう、 えっと、いわゆる、あの、窓ガラスが、えっ、ー、と、透過できる波長なんて、このあたりぐらいまでなんで、えっ、ー、と、まあ、波長の3ミクロン、4ミクロン以上の,あの赤外線っていうのは、どんどん吸収されてしまいますので、えっ、ー、と、まあ、工業、あの、レーザーマーキングに使う、まあ、ハイパーな CO2 レーザーに対しては、まあ、すぐ、ガラスが、あの、何、あの、割れちゃうぐらいのですね、あの、吸収をしてしまいますので、これはダメだと。で、例えば、 えっと、シリコン、探検所シリコンは、えっと、広く赤外線に対して透過しますので、透、ま、過、あ、そんな、あの、見た目に全然透明じゃないんですけれども、赤外線透過します。で、あの、あの、全部筒抜けの、あの、100%の透過は、まあ、あんまり必要ではなくて、えっと、まあ、例えば半分ぐらい透過してくれたら、あの、その、えっと、線複写と成り立つので、 えっと、まあ、それぐらい透過してくれたら、まあ、あのものとしては成り立つというところです。まあ、もちろん、透過、あの、高いに越したことはないんですけれども、まあ、この、あの、CO2 レーザーの波長、あの、10ミクロンの、あの、赤外線に対して、あの、まあ、4割ぐらい透過してくれたら、まあ、これは、あの、物理的に成り立つっていうのがですね、ありますので、単結晶シリコンの、えっ、ー、と、赤外線透過放熱板を、 えっと、樹脂ワークの上に置けば、繊外線を透過できると。いうようなところで、えー、樹脂ヒートの、まあ、上を塞いでおいても、レーザーはそこに到達できますよ。で、えー、シリコン、熱線導率、まあ、アルミ並みに高いんで、えーと、放熱は非常に効きますよね。というところで、えー、と表面の温度を冷やせますよ。 光が入ったところの温度を上げられますよというところで、まあ、内部冷却あ、表面冷却、内部溶油っていうのがですね、えー、実現できるというところが、まあ、この材料、光的な、あの、理屈によってですね、えっ、ー、と、クリアしたっていうところが、まあ、あの、今日ご紹介するお話の肝です。 で、まあこれは、えっと、もともとですね、マーキングの前に、えっと、まあ、溶接ですね、の方で、あの、取り入れてきた技術でありまして、まあ、私、えっと、まあ、フッ素樹脂中心に、まあ、あの、表面を冷やしながら内部溶接するっていうのをですね、えっと、取り組んでまいりまして、えっと、まあこ、こ、のようなですね、まあ、フッ素樹脂、まあ、特に PTFA、PFA、e、のようなものすごく、あの、三百度、 c u 点のですね、えー、素材に対して、まあレーザー加熱っていうのを、あの、特徴として取り入れてきましたので、まあこんな、まあフース樹脂の、えっ、ー、と、各、えー、形状、厚みに対して、まあ溶接を、えー、手がけてまいりました。で、まあそれを、まあ技術をベースにして、まあ今回はマーキングを まあやってますんで、まあマーキングのことを、まあ、えー、中心にお話しします、これから。で、えっ、ー、と、まあ普通、まあレーザーマーカーは、あの、まあ見てもあのご存知の通りなんで、えっ、ー、と、レーザー発信機から、えっ、ー、と、まあマーキングするようなですね、相手に対して、まあ、ここ、あのまあ、まあ、スライド中見にくいですけども、ここにマークスポットの、えっ、ー、と、レーザーポインター出てます通り、まあ、ここにまあレーザー当てて、あの、 これ PTF イ、e、ンのシート見えてますけども、えっ、ー、と、まともにこいつに当ててしまうと、あの、先ほど申し上げた通りすぐ穴開くんで、えっ、ー、と、それは困るんで、一枚この上にですね、あの、シリコンの、えぇ、ー、まあ、ハーま、シリコンウェハーも使えますし、えっ、ー、と、まあ、単結晶シリコンのウィンドウを使ってもいいんですけれども、えっ、ー、と、まあ、そこに、ま、置くと。で、そこで、ま、一応クランプをしまして、 えっと、この上から、まあ、レーザーを当てると、まあ、あとでこれ取り外したら、この、このワーク、このワークに、まあ、マークができてますよっていうような、まあ、仕組みではあります。で、えっ、ー、と、まあ、実験自体は、まあ、こんな感じでま、まあ、や、まあ、マーキングまあするんですけども、えっ、ー、と、これ、あの、樹脂じゃなくて、あの、木材に、まあ、こんな、えっ、ー、と、レーザーマーキングしますっていうサンプルですよね。 でも、木は、あの、普通にレーザーをマークしたら、まあ、綺麗に、あの、焦げ茶の、あの、マークが、まあ、簡単にできるんで、まあ、こんな、あの、マークができると、えっ、ー、と、まあ、パソコンのアプリの、えっ、ー、と、バーコードマネージャーっていうのがあって、まあ、これで、えっ、ー、と、読み込ませると、まあ、この、えっ、ー、と、なんですかね、えっ、ー、と、二次元コードの情報がここに出てますよと、QR コードが出てますよっていうふうな、まあ、スキャンが、まあ、できるので、まあ、木は簡単にこれができますから、 えっと、まあ、えっ、ー、と、主、対象の、まあ、不祖自身に対して、まあ、同じように、こういったマーク、この、え、この QR コードが書けるかっていうのをですね、まあ、テストしてみました。で、相手は、まあ、今回 PTFE ですね、えー、こう、PTFE の厚さ、まあ、0.1ミリ、100ミクロンの、えー、っと、まあ、ペラペラなシートですけども、これに対して、まあ、レーザーマーキングを、えー、やってみました。 で、まあ普通にですね、普通にっていうか、まあ放熱板なし、むきみの、えっ、ー、と、フストジット樹脂のシートに対して、まあレーザーマークすると、まあこんな感じで、えっと、まあすぐ焼けちゃう、焼けちゃう。まあ、あの、マーキングなんで、えっと、図柄が、あの、認識されれば、まあいいっちゃいいんですけれども、えっと、まあ問題は、えっと、焼いてもほぼ、あの、切れかか、まあ切れてるし、盛り上がるし、えっと、 二次元っていうか、まあ、ほぼ三次元。あの、ちょっと、あの、浮き上がった形の、まあ、マークが、まああの、そこに出るという感じですね。で、これを、まあ、先ほどのバーコードスキャナーの、まあ、アプリにかけても、まあ、ちょっと認識できないです。肉眼では、まあ、こう、絵は見えてるんですけども、えっ、ー、と、アプリは、あの、スキャナーは、これ、あの、認識してくれなかったんですよね。まあ、やっぱり、まあ、放熱板なしで、 あの、表面の温度を上げすぎてしまうと変形ができてしまうんで、これは困ると。で、放熱板ありですよね。で、放熱板で表面を冷却して、えっ、ー、と、シートの、まあ、ちょっと後が、内側ってかな、えっ、ー、と、に、えっ、ー、と、まあ、発色を留めると。いうことで、まあ、えっ、ー、と、有点化して、あの、熱分解すると、あの、PTFE、こう、真っ白になるんで、まあ、こんな感じで、まあ、シートに、 えっと、まあ、色を出す、出させますよと。で、これで、えっ、ー、と、スキャナーにかけると、一応この QR コードを読むのは確認できましたので、えっ、ー、と、まあ、こんな感じで、まあ、放熱ばかりのですね、えっ、ー、と、表面冷却して、まあ、中だけ温度を上げることによって、えっ、ー、と、まあ、100ミクロンのシートに対しても、えっ、ー、と、PTFE、まあ、白く発色できましたっていうのがですね、まあ、今日のですね、ご報告する中の、えっ、ー、と、まあ、話題の、ま、ピークでありますね。 で、まとめます。ま、ちょっと時間が来ました。え、フットジシを、まあ、レーザー加熱して、白色の図柄を形成をできました。PTFE です。の、100ミクロンシートです。で、これは、まあ、あの、書いた図柄も、バーコードスキャナーによってですね、その QR コードはちゃんと読み取りができています。で、これは、えっと、まあ、製品のトレーサビリティの半永久性を担保するためには、簡単に、まあ、消したり剥がしたりできない印字ジ化 に、まあ、使えるかなっていうところですよね。まあ、特に不素樹脂っていうのは対薬品性。薬品にさらされるし、まあ、そこにインクも乗らないし、もともと。タせインクなんかすぐ剥がす、あの、あの、溶かされるしっていうようなところの、えー、用途においては、えっと、部材のちょっと表面内側に、まあ、隠蔽することによって、まあ、その薬品にも触れても大丈夫だろうと。当然、外から、まあ、あの、 消せませんしっていうところがあるんで、まあ、こんな薬品容器、薬液配管、車載部品、あるいはまあ、まあ、そういった容器、いろんなも、いろんな容器に、まあこう、こういったものが、ま、使えるとは思っているです。ますけれども、えっと、まあ、こういったですね、実用化に押したい、はしたいんですけれども、まあ、 ちょっと取り組んだばっかりの話なので、こうした形成したマークの経年劣化体制ですよね。こういったところがですね、これが評価を加えていきたいと思っています。で、あと、不足樹脂に限らず、いろんなものに対してマーキングしていきたいので、対象素材がどんなものかっていうのを幅を広げていきたいというふうに思っていますので、企業様にはですね、こういったマーキングの実用 的な評価の面でですね。あるいはバリエーション、素材バリエーションの面で、えっと、まあ、幅を広げるあの、耐久性を上げるっていうところで、えっと、協業できたらなっていう期待がございますので。で、これのマーキングの方法は、出願済みでございます。で、まあ、私、JST 中心にですね、あの、産学連携をですね、まあ、これまで まあ、いろいろやってきましたので、えっと、まあ、産学連携、まあ、あの、経験ありますから、あの、非常になんなりと、あの、まあ、お気兼ねなくご相談いただければと思いますので、まあ、こちら、国士蘭大学の、あの、教育学術支援課が、ま、本学窓口になってますので、まあ、お問い合わせの際はこちらにご連絡ください。はい。以上になりますので、皆様どうもありがとうございました。